死んじゃねえ！ラリー！先生！ラリー！よし！お願いします。はい。よし。はい。皆さん、こんにちは。それでは、これより、2022年度の、規定技の講習会を、ライブで始めます。1時間で、8本の技を行っていきますので、少し時間が少ないですけど、要点を、説明したいと思います。それでは始めます。はい、まず、小級の規定技、横面打ち4か乗差1からです。アイハンミー構え、移動していきます。十字に組んで受けた手も使って終了します。滑らして交互がやります。手首側、肘側ですね。ここは力入れないんですね。軽く当てがうね。こうピッと締めます。手首を返します。後ろ足、後ろ足。一回締めて、隣を持って、要点はですね、まずこの横面の受け方、ね、横に振らない。上げて下ろす、ね。で、何が大事かというと、上げが大事です。はい、おっ、上げて下ろすんじゃないですよ。上げる動きで、まあ、相手を浮かすんです。こうなんですね。ちょっとこう変えますよ。はい。こうです。次、十字に組んで、この手をこう使うというね。ここは力まない。スッ。ということですね。肘をこう持ちに行かない。こう、自然に肘が入ってくる。ね、そういうことですか。ここも、こうならない。で、こういって、こう飛ばない。これからスッ。こうですね。もう一点は、ここです。ここでがっちり握らない。少しこう前に出すぐらい。力を抜くっていうんですね。力を抜いて出ながら締める、ね、で相手の肩に力が入ってるってことになります。こうなったらなんですよ。こっちへ行くと次行くとき、ね、行きませんから相手の肩の方へ力が入って、そうするとこっちへ進みます。そこの、点ですね。締めはやはり横か乗、力を抜いてて、こちらの力で締めるんですね。そこが非常にちょっと難しいところです。力を抜いて締めるというところですね。もう一回やってみます。はい。はい。はい。こうですね。はい。後ろ足。後ろ足。あとは、もう、こちらですね。さあ、はい。まず受けが、はい、よっ、ガッツ。はい、おっ、この受けですね。こうならない。こうならないですね。はい、もう、はい。スッ。っていうね。はい。では、次いきます。座り技、肩持ち1回ずつ、2。座り技、肩持ち1回ずつ、2。はい。はい。ちょっと正座法で。して、はい、肩を持ちますから、手の甲上ですね。スッ、はい、こういきます。スッ、相手の肘すり上げる、うここまで肩につけるね。手が離してで、もう一度。こう言いますね。ここもね、力まない。こう、
移動、ちょっと前傾し、移動です。すり上げます。ちょっとこうなるんですね。こうなるんですね。この膝を動かさない。あ、ここはこの膝を動かさないで、持って、相手の肘を回転しながらスッと上げる。こういう手つきになる、ね。こうならない。こうなる。この肘の骨の向こう側に手形になる。それで、回りますね。そこのところ。ちょっとわかりやすいように。こうなったんですね。この膝の動きです。さあ、この膝の、これが見えるようにしてて、この膝の動きが、こう、回っていきます。ね、ここは、しっかりこう、肩にくっついて、で、置いて、乗せる。その動きですね。ですから、こうなってますね。膝が広がってます。これでは回れないです。手があったのを返して、相手を動かさせながら、これがすっとこうやるわけです。こう回る。で、脇入れ。というところですね。この足の膝の動きを、注意してやってください。だから基本的に広いと回れません。だから、これを狭めて回るんですけど、これをいつ動かすかって思います。最初動かしちゃいけない。ね、最初動かしちゃいけないということなんです。相手の動きに合わせて動かすということですね。さあ、もう一回。はい、よく見る。はい、ここに来ますね。はい、動かす。こういう。さあ、こうなります。最後は肩でこうくっつける。ね。こう広がってない。これで肩がね、効いてますから。で、置いて、最後は絞ってもらう。ね。はい。はい。はい、次いきます。両手持ち天地投げ1。はい。小球3本ですね。このまま、はい。こうなんですね。はい。こういうね、もう一回、方向を変えます。はい。スッ。おいぞ。はい。はい。スッ、こうなんです。ね。ということです。これはですね、一つのリズムが大事です。リズムですね。それで、ちょっといろいろ方向を変えながらやりますからね。後ろ足がまずこう、丸々っていうことですね。こう回らないといけない。こう直線的なんでこうぶつかりますから、後ろ足を丸く回してこういう。ね。すっと、こう回ります。そうこうなります。相手の後ろをずっと、こうやる。ね。はい、それで今言ったリズムですね。こういうと、こういうとですね、よくないんです。いきなりこう押さえているとですね、逆なんです。さっき、横面打ちでやったのと一緒なんです。こう、こうなるわけです。わかりますか？でこれはあまりね、大げさにやっちゃいけないんです。見破られますから。できるだけ我がというのは、見てる人とか、受けてる人に見破られないのが、本来の技なんです。だから前は人に見せないんです。技ですね。わざわざ見せない。ということです。いいですか？こうなりますね。こうなってます。すっ。こうなる。ね。こうなる。ずっと。こうなる。投げ。
けがですね、低く入ろうとすると手が伸びます。さあ、こう、こう入っていく。どっちかというと、こう入っていきます。腰の動きが。そうするとぶつからないんです。これが、こう入っていくと、腰が下がって手が折れる形になります。逆です。すっごい上から持つ。とこうなります。ね、だけど、この力が失われない。浮くのと浮いてしまってこの力がなくなってしまうのもちょっと、ね、良くないわけです。その辺が非常に、難しいところですね。浮けっていうとこうになっちゃうわけです。で浮くなっていうとこうなっちゃうわけです。どっちでも良くないですね。だから、そこの、持っていきようですけど、これはまだ小級の人にはですね、難しいと思います。ですから、どういう手順で、どこをポイントに教えるかっていうのはですね、やはりそのレベルを見て、その生徒のレベルを見てやっぱり教えないとですね、それが適切な、効果を発揮しませんので、今の投げようのようなところはですね、まあ、割ともう、しっかり出るということでいいかと思います。ただ手は、こうなってます。こう、ね、こうなってる。ということですね。こうじゃない。こうなってる。上下に。こっちの手伸びてないですね。まあ、そこら辺だけちょっと注意すればいいかと思います。ですので、小級の人にはですね、やっぱ後ろ足を丸く回すということですね。そこをしっかり教えてあげればいいかと思います。それから、まあ、これはですね、バッグをリズム的にはこういうことです。というふうなリズムで投げるんですけど、これも、小級には難しいです。ですから、あとは受けの取り方として一応後ろ足が出てこうなるんですね。今受け秋元先生の後ろ足を見てください。この足ですね。この足がこうなんです。でこっちですね。その受けがいいと思います。本来はですね、受けはどうでもいいわけです。ね。だからその合気道を受けができる人に技をかけるんじゃなくて、知らない人に技をかけるわけですから、受けなんか本来は知らないわけですから、受けはどうでもいいんですけど、一つの、まあ、道というか手順としてですね、その方が、しても、技がこう、しっくり行きやすいっていうか、覚えやすいっていうか、その道に入りやすいっていうか、受けが下がらってしまうとですね、どうしても、なかなか合気道本来の、道へ行きづらいわけです。それで、今のような形を受けが取られると、非常に投げやすいというところですね。はい。はい、次いきますよ。片手持ち4か条差1。はい。初段1本目、片手持ち4か条差1。はい。こうなる、ね、こうなる、こうなる、これはですね、はい、ここですね、こうする、はい、本当はこれができないね、こうなってす。これで、すぐこういきます。ね、こうなってますね。ここは、親指を立てて、肘を下げて、親指を立てて、いきながら持つ。いきながら持つ。ね、こう持つ。悪いの、こうなっちゃってるんです。なぜこれ、こうなっちゃうかっていうとですね、まあ、肘がこう、入ってくるっていうのもあるんですけど、こっちを見てないんですね。受けの向きをこう変えてやるようにしなきゃいけないんだと思ってます。
受けがそのままで文字に行くことがあります。受けの向きをこう変えるようにして持つ、その考え方って観点、これを持てばですね、自然にこうできます。でも受けをこれを見ないで、ここだけでこう取りに来るとするとこうなってしまいますね。自分をこうするしかない。受けの向きを変えてやるんだと思ったらこっちの手は主観です。手首関数、ここはい、突き上げた、ここですね、切り下ろし、これが、ちょっと難しいですね。ここ上げてますね、ここ、これもですね、手首を返すのと、この力を抜かないといけないんです。こういったら、ここ力が入ってるんですね、肩で。だから、グッツこっちに力が入ってるんです。手の力を抜いて、スッと押す、ね、それがさっき1でこうやってるところと一緒です。だから、ここの力を抜くということがですね、ちょっと難しいよね。どうしても力入っちゃう。グッスッといけば、ね、ちょうどいいところでチャッと収まります。こっち力入ってる、こっちの力抜けてる。そこの緩急というか力の抜き方ですね、これをやはり習得しないと、どうしてもこう相手が前に行っちゃうんです。こういうふうにちゃう、ね、手が先行して、だからそれは手に力入るときですこれはダメですよ。こうなって、スッ。そうすると、ちょうどいいとこ、ね。ちょうどいいとこ、バシャーってきます。それで、もう非常に軽くできるようになります。まあ、こっちの力がないとね、力は伝わりませんけど、だから、手からいかないっていうですね。手の力を抜いて、で、手首が返ってないからです。ですか、こうなんですね。はい、こうなんです。手首が、ね、こう返ってる。そうすると、この肩肘が落ちます。それでこっち。ついてますね。ですから、そこの、手首を返しながら前進する。ね、そこは大事です。はい。はい、次に。座り技横面打ちに対して2、はい、初段2本目、座り技横面打ちに対して2、これもないですね。すっ、怖い、これもすっ、こうやります。すっ、すっ、ね、親指、この親指をかけてないです。こっちが、こっち、これですね。こうなってんです。ここへ回し込んで、こうなるんです。ね、ずっと、はい、こうなる。前傾です。いいですか。で、手首返して、これを絞るような、はい、スッ。はい、どうぞ。ちょっと。ですから、これですね。この動きは呼吸法なんです。例えば、これこっちだけ持ってます。ね。それを、はい、スーッと振り返す。おい。こっちで打つ。はい、スーッと。こういうふうになる。これは、呼吸法になってる。ね。では、振りかぶりが大事になってる。スッ。こういうふうになる。これを使う。スッ、ね、力抜いて滑らせて、あ、2回ですね。親指かけ、スッ、はい、ね、で2回の締めですね。締めはですね、こうなるとダメです。これ低いんです、手の位置。だからさっきの横面で言うと、これ振りかぶりだよ。これはね、こうなる。これが低いと、もうぶつかってます、力が。ね、
こうなんです。だから、ちょっとこう上げないんです。それです。そうすると、こういうふうに体が、相手の体が入る。ね。だから、相手の体が入ってくるよ。それから、受けとしては、決められた側の膝を後ろに。ついて、その膝がついて。そういうの。ね。こういうわけですよ。で、こう、ま、ぐーっていって、これが寄ってまいりますね。それに合わせて、ぎゅっと、肘を持つ。ね、早く肘を持つ。という、ね。もう一度、はい、こっち。をしっかり絞って、ね、こうなってない。これはこうなってないですね。こうなってない。じゃないとここに力が来ない。これでは、ここが緩んで、こうなって初めてここに力が来て、こっちに流れます。力流れを作ってるんですね。これはこうなってない。いけないって言います。あと、はい。というね。はい。はい、次いきますよ。で、両手持ち選手に相談3問目。はい。これ、こう、ね。ね。これですね。こうやってぶつかります。ですから、両声振ろうとすると、こうなっちゃう。動かないです。勝手に動いてるんで、こうなっちゃうんですね。すっ、こうなんですね。ね、その上下の波がある。上下の波が。だから、横へ振ったんではダメだ。上下に波がついてる。で、こうなる。あとは、こうなる。ここまで、こうなる。相手の後ろへ。という。ね。で、二本目が、かなり出ないと、これは、相手の後ろへ行けません。ですか？はい。ここなんですね。これじゃダメなんです。これでは、これ、これ、これなんです。もうちょっと、ここまで行けない。こうなってない。こうなってると、こっち。ね。だから、その二本目の足がしっかり前に出る。というような。本当、はい、回転、はい、ここまで、はい、つまり欲しい、ね、だからそこまで足がしっかり出れるんですね。で、これもですね、スーッとなる。これは本来なんです、ね、だから、はい、うわそうすると、この流れが出るとね、今度は、さっき言った、2本目の足がですね、そんなに出なくても大丈夫なんです。なぜか、受けが来るからなんです。受けが協力してる、してくれるからなんです。だから、そこが、本当は一番大事ですね。受けが協力するように持っていくっていう。だから、こうなって止まって、ぐわっと、これは、受けの協力じゃなくて、手が単独でやってるわけです、ね。でもこれ続けちゃうとですね、今度は受けが動いてきますから、受けが前に来るから、スッと行くと、サッと今の形になる。スッ、はい、これになる。うん、ね、そういうことです。こうなる。ね、それからもう一つは、今までね、やってる時にですね、あまり押さえようとしないっていうのです。そこがまた一つの、ポイントです。受けを後ろに投げる時にですね、押さえようとするとダメなんです。例えば、こうなりますね、照明入り。この照明入りがですね、難しいのはどうしても押さえちゃうんです。
で、止まっちゃう。時間。自分も止まっちゃう。ぶつかっちゃう。そう、相手を抑えようとするんで、ぶつかっちゃう。本来は、浮かすわけです。呼吸音と同じ。だから、上島先生の技は全部浮かすんです、相手を。だから、ぼわーっと浮かして投げてるのがありますね。だから、押さえて投げてるんじゃなくて、浮かしてから、投げるときにちょっと押さえる。一回、浮かすというのがないとダメなんです。ね、ですから、わかりやすく言うと、こうす、こう浮かす。それで、こう投げる。そういうことなんです、ね。今のリズムが天地投げに入ってないんだね。スー、ドン。こういう浮かして落とす。から、スー、浮かして落とす、流れ的に言えばこうです。しかしまだ、初盤ぐらいではですね、この流れもちょっと難しい。だから、一つ一つ切ってね、やっていいわけです。だから、つ、一、二、三、いうことね。ですから、このぐらいなリズムでやられるといいかと思います。ですから、浮かすのはですね、やはり油断とか、もっとこう流れが体感できる。リズムが自分ができてきて初めて相手をこう浮かすことができるわけですね。ですからまあその基礎作りとして、今のような形の、基本技、これがいいかと思います。はい。はい。油断、正面打ち、しまい。はい。こうですね。これがまたですね、本来の正面しまい。このさばき方、これはこれじゃダメなんです。これはですね、まあ、言ったらビギナーに教える技っていうか動き方なんです。最初からそれはできない。そこでですね、ちょっと塩田剛道先生がやられてる正面塩投げありますから、ちょっとそれを皆さん、ちょっと見にくいですけど見てください。はい、この次に出ますか。はい、ちょっとスローにかけてますから、この半身半立ちの次に出ますから、ちょっと、待ってみてください。ですから、こういきますね。これは半身半立ち、片手持ち塩投げの位置ですね。はい。これです。で、この動き。ね、さーっていうことです。そういうふうに、こうなって、こう投げるわけです。はい。ということです。ね。はい。これはまたね、このリンク貼って、これはちょっと、ね、見えるようにしておきますので、また後日ね、ゆっくりこの塩先生の正面塩投げ見てください。それで、ご飯これがですね、で、この足の動きがですね、はい、こうなんですね。ここへ足がありますね。ずっとこうなる。はい。ついですね。だからそこの動かし方、これが大事なんですね。ゆっくりやるとスッって言いますね。これがさっきの呼吸法です。スッ、出る。はい、ずっとこういくわ、この足が。ずーっと、はい、はい。ドン。だからここのこの足がこっちにいますね。これがさばき方の
前が極意なんです。この軸足がですね、ここに来るわけです。後ろ斜め。そうすると、こうなるわけです。後ろ足、前足がこういうことで、これが前に来たらもう絶対ダメです。これだけ周りが詰まってですね、相手が崩れないんです。こういう動かし方をしたら必ずやられます。近づいていくから、パッとやられます。ほら、離れてるから。最近言ってるのは、その空間で崩すだけです。ね、この空間で崩すっていうのが本来の合気道なんです。で、ここの動きが非常に、大事でまた面白いわけです。で、ここら辺の動きができて初めて相手を崩すことができるんです。ただこうやって回っても、崩れた形はしてくれますけど、ね、まあ皆さんその別に敵があってやってるわけじゃないですけど、一応崩れた形はしてくれますけど、本当に崩れてるのはないんです。ただ、ね、形的にやってるだけです。しかし、この足のこの動きで崩れるわけです。そうすると流れができますから、自然にすると、滑らかに動くようになってくる。だから、その1、2、3とこう、こうやるのはですね、ビギナーであり、そこの崩しができてないんで、流れが出ないんで、ああいうふうになってしまうんです。何を言いたいかというとですね、こうさーっとやるのは、あれは崩しが効いてるから、ああいうふうになってしまうわけです。言い方変えればですね、受けがバーッと来ちゃうんで、もう、さーっとやるしかないんです。止まってられないんです。なんせ受けをこう突っ込んでくるから。ね、それに合わせてこう体をさばくしかない。そういうことなんです。だけど、あそこの動きができないで、スーッとやっても、またこれ、一つの形としてやってるだけなんです。ね、そこが非常に、うまく作用しないんです。さーっとやる気にならないんです。さーっとやる気になるの相手が、バーッと崩れて、こっちにバーッと来るからなんです。ですから、その受けの崩れ、ね、これが非常に崩し、受けをいかにして崩すか、受けをいかにしてこっちに取り込んでいくか、そこの、自分の足さばきが大事なんです。だから、これがパッとこういったときにですね、腰がこう乗ってないと、こうなっちゃうとまだダメなんです。次の展開ができない。パッとここに腰が乗らない。この軸足に腰が乗るための練習っていうのが基礎練習なんです。ね。だから、基本的な基本動作があって、基本技をやって、動きがスムーズにできるようにするっていうことなんです。そうすると、自然と流れが出るんです。だから流れの技があるわけじゃなくて、さばきができれば流れてしまうということ。そうすると、非常に滑らかに自然に動くことができるわけです。ね。そういうふうに組み立てられているわけです。ですから、ここの最初の動きね、これを非常に、ゆっくりやりますと、はい、こう、当てにも入りますよ。これは、はい、まず、この呼吸がなくなる。そういうふうに、いないなら、ね、そういうふうに、この足がパッパッと動く、ね、その動かし方、これが、油断で練習しなきゃいけないと思います。で、ぜひね、こういう、まあ、こう来て、こうやるのもいいんですよ。こうやるのも別に間違いじゃないんです。こうやるのもいいんです。しかし、油断ぐらいになったらですね、もうちょっと
その足さばき、それから流れを生み出せる、そういうものをぜひ体験してもらいたいです。これは私からのね、お願いです。ですから、これをこうバーッとやんなきゃいけないっていうわけじゃなくて、せっかくこの油断のところに、この規定技にね、これが正面しようないって入ってますんで、ちょっと合同先生がやられたようなんですね。そういうのを一回やってみるということなんです。そこからまたいろんなものが、吸収できるということだろうと思います。ですからやらないで、ね、どうだこうだって考えてもしょうがないんですけど、まあ、一回やってみると。そうすると、またこの足の動かし方、体のさばき方、相手の崩し方っていうのが非常に精妙にできてるっていうのが分かってくるわけです。それはまたいろいろね、応用につながってきますから、ぜひ、そういう意味でも、今年度のこの正面打ち潮投げ、この流れのある正面打ち潮投げをトライしてもらえたと思います。実際のそれ審査でですね、まあどっちやっても、構いません。どっちやっても構いませんけど、私が推奨するのは今年度はこの流れの数ということです。はい。はい。次は、後ろ両手の小手返しにですね。はい。はい。こうが、ということ。これもですね、今のが、今年度の後ろ両手の小手返しになります。ゆっくり基本的にやると、ね、これは、まず、全身、手を、振り返る、上足で、吐く、回る。これですね。普通にやればこれです。しかし、これもですね、この全身しながらの振りかぶり。これはですね、ちょっとまだ塩先生の本に出てます。前進して止まって振りかぶるんじゃなくてですね、これもやはり見ていただくとわかりますね。ちょっと見にくいですけどね。ここですね。こう来ますね。前進しながら振りかぶっていくんです。ね。ですから、それでもう、さっと後ろ足が回り込んでいきます。まあ、これ、側面入り投げですけど、だからこの辺の動き、この辺の動きね、これが止まってないわけです。ね、止まってないわけです。ですから、どうやってるかっていうと、今の動きがですね、はい、こうなってですね、こうなってるわけです。いや、一つの基本では前進して手首を折る、こっから振りかぶるようになってるんですね。で、今の塩先生がやってるのそうじゃないんです。はい、こうなんですね。うわっ、下がるの、こっち、はい、こう、スッ、こうなんです。スッ、こういくわけです。ね、そうすると、例えば、こう、ずっと、こうなんです。何やったかというと、本来は一箇条線2だってあれなんです。ね、止まったらしないんです。スッスッバッ。こうなんです。だけど、今のを、ね、最初に、この3球受ける、この2球受けるっていう人にやれってちょっと無理なんです。だから一応、一回でも、1、2、3、4、5、いくわけです。ということなんですよ。それは一つの、順序です。ビギナー用への順序です。しかし、今、写真で紹介したように、本来は繋がらないじゃないですか。じゃないと、わざとならないんです。わざにならない。止まってたらやられちゃうわけです。逃げられちゃうわけです。だから、一箇条にしてもですよ、
わかりやすい、一回ずつ。ぶっ、これだけ速いんです。これだけスムーズなんです。これが一回ずつ2なんです。ね。だから、本来はこういう技なんです。それで、この辺がですね、なぜ、銀本って言うんですね。なぜこう、今こういう止まったようなスタイルで、だけになってしまってるかっていうとですね、やっぱりこれは、伝え方っていうのがあるわけです。ですから、昔はですね、もう写真なんです。その前は絵です。で写真で、これ、今の技でも、例えばさっきやった正面打ち、塩投げでも、写真でそれを写して、やろうとするとどうなるかっていうと、これが師匠先生の正面打ち塩投げなんです。ね、こうなって、こうさばいて、開いて、ね、こう開いて、それから振りかぶって投げるという。これは、従来の今まで一つ一つのやり方なんです。で、写真で、結局、はい、写真でこれを、この今の正面打ち塩投げでも、表そうとああになってしまうんです。写真だから一つ一つ止まってないと写真にならないです。ね、で、さっきのこれが出て、なぜ師匠先生がこれをやってるかっていうとですね、これをやってる、さっきの後ろ両手持ちですけど、これやってるかって、これ連射なんです。連射。カメラでカチャカチャカチャって撮るカメラになったわけです。この時、初めて。だから、さっと動いていいってことになったんです。そしたら、師匠先生、こういうふうにやるんです。だから、どういう媒体で、どういうもので、それを表現するかによって、技が違うってことなんです。写真で撮って、技を出そうとすると、どうしても一つ一つ止まった動きになってしまうわけだ。写真撮らなきゃいけないですから、ピント合わせて。ね、だけど、今度は連射になったら、もう止まらなくてはさーっとやっちゃうわけです。そうすると、ああいう連射の動きになってくるわけです。ね、何言ったように、今は動画です。全部動画の世界です。まあ、写真もありますけど。動画だから、何が言いたいかというと、動きが非常に大事だっていうことなんです。写真のような動きしちゃダメなんです。ね、だから動画は動画の動きをしなきゃいけない。それが伝えられるっていうことです。動画として伝えられる。動きして伝えられるんだから、本来の動きをするべきだということなんです。ですね。だから、固定返しの2、固定返しの2も、こういう、まあ、ここから、ね、でいいですけど、こうゆっくりやんすよ。で、ぐっ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 、というふうに、並ぶ。で、これも、はい、固定返し。当て身が 入らないんです。今私がやったのは、当て身が入らないんです。ね。だから、固定返しには、まだまだ、当て身が入るんじゃないですかっていう人もいるんですけど、当て身が入らない、ちょっと塩先生の固定返しの2をちょっとお見せします。ちょっと見てください。で、この足さばき。ね、この足さばき、これ2回回ってるんです。2回回って、そっと行って、はい、当て身なんか入らないですよ。そのまま手を上へ上げながら、こういうところも投げてるわけです。ね、そしたら、その受けの方がもう足が後頭部に当たりそうな後頭部の来る足を避けながら投げてるわけです。それだけ相手を振ってるということです。あれさ、はい。ね、だから何言いたいかっていうと、あまりにも今までその規制概念に縛られてしまって本来の動きができてないっていうんです。それはあくまでもビギナーの動きなんです、ね、あれでも師匠さん2回回ってるでしょ、ね、私は何回か回れっていう練習でやるときありますけど、さあ正面突き固定返しに取りますよ、動画で取るとなったらあの動きする。でも写真で撮るとあの動きはしません。一つ一つ止まるから。あれはできないんです。ね、で
で、ですから、今の動画では当て身も入らないんです。パーッと投げちゃうから。当て身なんか入れて止まってる暇ないわけです。そういうことなんです。だから、油断にたまたま今年度ね、この後ろ両手持ち固定返し2ができてますから、できたらもうさーってやっちゃう。当て身もなし。それから、ポイントとしてはこう来ていくやんぞ。ここずずずここのね足が内股になる。こうじゃない。こうだと2回かかる。これだとまず投げれない。これだと投げれない。こうなってると2回当て身が来てもう1回投げる。だから。この基本の形にとると当て身になるわけです。だから続けてやると内股になってパッと一回になっちゃう。ね、そこが重技的な動きになるわけです。だから、まずですね、私が思うに今両親会の合気道として基本動作、基本技、重技とこうなってますけど。基本技と自由技がですね、あまりにも分かれすぎてるんです。基本技は基本技、自由技は自由技になっちゃうんです。基本技のスタイル、自由技のスタイルになっちゃってる。ですから、手法投げ、正面打ち、自由技の正面打ち投げをこうなって投げるんです。こうなって、手緩めて。ね、これではほとんど決まりません、技。やっぱりこれをしっかり持ってない。だからこういう伸ばしこういう四方投げは塩田合同先生のこういう手法見たことないんです。この手首をこう緩めて親指のふくらはぎを持って投げる四方投げ崩しとか見たことないんです。四方投げは必ずこう手を決めてるんですよ。さっきのビデオ足がタタッとね、スムーズに動いても、これは緩めないんです。それはしようがないんです。だけど、今、子供たちもやってるようですね。これが、自由技になるとこれになっちゃうんです。それは、あくまでも、受け身が取りやすいようにこれ緩めてる。受け身が。だから、これもビギナーの技なんです。ですか？で、本来、だから、合気会においてもこういう技はありません。合気会においても塩投げみんなこれをこう決めてます。ね、ということは、こうやっての前に言うと養心館だけです、これ今。だから、で、本来の手法を投げてもこれではほとんど決まらないです。手がちょっと痛い、親指の袋が痛いぐらいです。手首がちょっと痛いぐらいです。あーって言ったらよけれます。そういうものです。だから何が言いたいかというとね、やっぱりその本来の合気道に戻らなきゃいけないってことなんです。もう一回塩田先生の合気道を見つめ直し、そこから上芝先生の合気道を見て、やっぱり我々は本来の合気道を目指さなきゃいけないです。これで塩投げ崩しで、これでやって、喜んでたらダメだってことなんです。ね、だから塩田先生の塩投げ、はこれを決めてパッと投げてでしょ。ああいう技になった。あ、これを緩めてないんです。ということなんです。だから、だからこれ何を言いたいかというと、これを緩めるのが自由技と、これをこう決めるのが基本技という分類になっちゃってるってことなんです。両親が。ね、だからそんな分類なんかないんです。た、自由技っていうのは繰り返してやってる。だけなんです。だから基本技と変わらないんです。で、当て身を入れて投げるのが、基本技、小手返しでも、当て身を入れないのが自由技って、そういう分類になってる。そうじゃないんです。基本技でも当て身なくてもいいんです。さっき塩田先生の正面突き小手返しみたいなんですね。だから、あまりその観念にとらわれないで、やはり本来の合気道を目指すと。いうことが結果的にですね、非常に効果が出るってことです。ね。だから、当て身を入れるっていうのは、まあ一つの型として、ビギナーの方にやっていただくのは、それはそれでいいと思います。
ね、有段者が当て身入れてもいいんです。だけど、また当て身の入れない基本技をまたやることも大事なんです。ですから、これを後ろ技で、こうやって、こうやっちゃいけないんだということじゃないんです。これはこれでいいわけです。しかし、これもやっとかなきゃいけないっていう感じなんです。ね。そういうことですよ。そうすると、これはですね、前足が出ながら振り返るでしょ。だからそれ、こう出ながら振り返る。そうすると、初めてこの合気投げになる。ね。この振り返る。あっ、あっ、あっ、もうすぐです。あっ、こうは。このサッとした相手投げができるわけです。この辺がですね、この動きが分かってないとできないです、止まって振りかぶってるようでは、これが動かないで振りかぶってるようでは、相手投げができないんです。これを動きながら振りかぶらなきゃいけない。そうすると、合気道のその動きっていうのはもっとですね、ダイナミックになっていく。それからもっとリズムが出てくる。ね、だからそういうリズムのある技が本来の、技なんです、合気道。もうだいぶね、時間来ましたけど、ですから、この間の三橋君の千葉県連盟の講習会でもね、話しましたけど、塩先生が海外に行かれて、キーとは何ですかって聞かれたときに、リズムだ。キー is リズムと、俺は答えたんだって言われてました。ね、リズムなんだ。そのリズムのあるものが合気道なんです。ですからそこをもう一度リズムを取り戻す。それは今年度からですね、規定技にこういうのを入れてって、もう一回リズムを体験してもらおうと思って、今回は有段は少しこう、つながったような、それから裁きができる、流れができる規定技を推奨します。これ決してこれにしなさいっていうことじゃないですよ。ね。私は強制はしません。皆さんがいいと思う方を選べばいいんです。別に一つ一つ止まってやるのが絶対悪いっていうわけじゃないんです。しかしせっかくだから、やっぱり繋がった技も経験してみたらどうですかという話なんです。そこからまた、合気道の面白さっていうのが見れますよっていうね。そういう、推薦番組です。いいですか？ですからそう思って、トライしてみてください。何度も言いますけど、こういうパッとこの足のね、この動き、これができるだけでって非常に効果が出るんです。これではダメなんです、ね。これではもう素人にも効きません。じゃあ、これだけ、相手がさーっと入ってくる。ね、だから、ずっと、ダメ。ね、だから、ダメという、ね、ちょっと塩分になっちゃいますけど、そのぐらいの、ぜひね、流れを体験するということです。それには、足さばき、その、最初の出足が決まらないと流れが出ません。ですから、そこら辺がですね、今、合気道界においても、すごく欠如、抜けてるわけです。最初の足さばきが。それで流れって言ってもね、最初の足さばきが決まらないと、流れは本当は出ないんです。まあ、ぜひ、今年度、ね、そういう意味で、いろいろ体験して、合気道の素晴らしさをね、もう一度、見つめ直してください。はい、時間です。はい。あ、まだあるか。あと5分か。あ、5分なんだけどね。それで、今、この間、この空間の取り方っていうのね、講習会でも話しましたけど、横面、こう、はい、こう、こお、止まる。ね、これでダメ。これでダメ。なぜこれになるかっていうとですね、こっちが視点の方がこの腕にとらわれてるんです。
この腕をなんとか勝負する。だからこういうふうな形になる。だからこの腕を見ない、それからこの腕にとらわれない動きができたときに、初めてこの空間が出てくるわけです。空間に意識が向くわけです。そうしたときに初めて裁けるわけです。ね、だからこれを見ちゃいけないっていうのは原則なんです。ね、だから、だけどこれを打ってくるんですから、どうしてもこれが気になってしょうがない。で、なんとかこれをこう引っ掛けて流そうとするんで、うまくいかないわけです。これは、こうなれば、スーッと流れる。ということなんです。だからそこの空間を自分が支配しなきゃいけないんです。アイスの空間。これは最も大事なんです。ですから、ちょっと時間ありますからお話しておくと、上芝先生の本人でもですね、このスイカの理っていうのがあるんです。 水と火の理合っていうのがあります。あの武道練習に書かれてるんです。スイカの術、スイカの理っていう。敵、火を持ってきたら水で対処しろ。で、水で対処しろっていう、敵、火を持ってくるっていうのは大体怒りです。攻撃心です。敵が攻撃心を持ってきたら水で消すんだって。ね、それは水かけろってことじゃないですよ。水かけて、相手に水かけて攻撃心を冷ませるってことじゃなくてですね、距離を取れっていうことなんです。間合いなんです。それを水って例えて。で、なぜかというと、城のお堀なんです。まあ、大阪城でも江戸城でも皇居でもお堀を張ってますね。内堀、外堀って。あれで攻め込まれないの、あそこ水を張って、あそこで間合いを、間隔を取って、空間を作って、攻め込まれないようにしてるわけです。それが守りだっていう。水と共に動けば、決して負けないんだと、やらないんだというふうに書かれてるわけです。だから、お城もそうなってる。それから日本も、ちゃんとこう水で、海でこう囲まれてる。ね。あの、猛虎が来たように、ああいうなってしまうと。それから地球もオゾンでこう守ってんだということなんです。そう書いてるんですよ。だから全部その守りっていうのは水で守るんだって、ね、それが一つ型っていうですね、全部そういうふうになる、なってるんだ。だから人間も守るのを水で守ったら大丈夫なんだというふうに書いてるわけです。お堀もなってるし、日本もなってるし、地球もなってるんだから、人間も水で守れってこと、そういう言い方してるわけです。それは、間合いっていうこと、ね、空間っていうこと、ね、空間で守るんだっていう。空間が詰まったらやられるってことなんです。ですから、この間のね、審査でも話したように、この空間が非常に大事、相手の間合いが非常に大事なんです。これをコントロールできないようでは、その合気道として、武道としての意味がですね、ほとんどないです。もうやられちゃうんですから。おごりがないみたいな。すぐバーッと外敵が攻め込んでくるわけ。だけどこの、ま、堀を作って、ね、内堀、外堀作って動いてれば来れないんです。それが合気道だ。それがスイカの理なんだっていうことを書かれてます。そういうことですので、それが合気道の原理なんです。だからそれが例えば今日あった少年師匠の絵とかね、そういうとこ出てくるわけです。だからそういうことをただ知らずに型だけやったってですね、それはやっぱり私は面白みが半減すると思います。別に習うんでやるの別にいいんですよ。でもどうせなら、ちょっとそういうのスイカの理を体験してですね、その面白みを発見するとですね、わっ、これ面白いなってなってくるわけです。そうするとこの合気道の面白さっていうのがですね、わーっと湧いてきますから、そしたらやろうっていうまだ気になってきます、ね、だからそういうふうに、どうせやるんなら私が言いたいのは楽しくやる、面白くやる、どうせ生きるんなら楽しく積極的に生きろと、生きれるまで生きろということじゃないけど、それを合気道が教えてくれてると思いますんで、一つ一つの技においてもですね、まあ、その精神を発揮して楽しく、面白く、
ですね、新たな発見をしながら進んでいくのが、そういうことじゃないかと思いますので、今年度一つその気持ちで、私もやりますので、皆さんも一つ精進してみてください。はい、今日はこれで終わります。はい、新座に78。